ということで、このね、俺だ、俺出してるだ。なんだこれ。ということで、会議、単体で、荘園隊行きましょうかね。はい。僕、ホルメン付きネズミはクリアしましたと。で、1回クリアして、ここクリアしたから、次どこ行こうかな。まあ、3つのうちのどれか。トイレかな。トイレ行ける？まあ、トイレもないけない。校舎裏は？校舎裏か。どんな話なんでしょうか。これも結構怖いゲームなんだよね。俺がやりたくないゲームのうちの一つなんですよ。はい。ん？まだいるのか？もう帰りなさい。誰もいない気のせいか、お前。明らかになんか毒ありますよーって感じの毒蜘蛛やな、おい。蜘蛛男？ほう。超女はいんのかな？お、出た。出た、消防。お前、この傷大丈夫か？なあ、昨日スパイダーマンが現れたんだけど、スパイダーマン！地獄からの人、スパイダーマン！インランと、なんだっけ、こいつ。もやしもん？はあ？前々からバカだと思ったけど、これ、ここまでバカだと思う、先がやられるわ。はあ、多分それはガスか見間違いだと思うよ。だいたい蜘蛛っていうのは、階段じゃ人に害を与えるものとして書かれているから。ごめん、間違えた。そんなことねって、絶対スパイダーマン！スパイダーマン！に決まってる。消防と。例えば、蜘蛛にまつわる伝説のようなものがある。だから、スパイダー。例えば、有名なのは土蜘蛛かなと。大きな蜘蛛なんだけど、タイビと糸で動けなくして食べるらしい。これ、ヌライヒョンの孫とか、あとなんだっけ。犬夜叉とかでよくある話ですかね。確か。あからさまにこの手、どう見てもゴキブリだけどな。どう見てもゴキブリだけどな、あれ。空を飛ぶ骸骨を見かけたら、空を飛ぶ骸骨って何や、まず。お侍さんがそれを追っかけていったら、いや、普通追っかけていかねえだろ。大きな蜘蛛がいたっていう話。なんか全体的におかしな話だな。ね、そのお侍さんが倒したら、お腹の中にはたくさん首が入ったらしい。うげ、気持ち悪い。もっとも、これは昔の、ヤマトの国に逆らってた人たちだったみたいだけど、はあ？都合の悪い人をお化けにしちゃったってわけ？そう、例えばさっきのスパイダーマンだって悪役に手裏剣を使わせてるでしょ？グリーンゴブリンね。それとなんとなく似てる気がする。はあ、どこが？いや、だからなんとなくだよ。って、それよりスパイだから、はあ。なんでよ、その顔もういい、俺一人で会いに行く。おい、待ってって、お前なんか行きたくなかった感じの素振りだったじゃねえかよ、お前。だからその話は嘘だって言ってるだろ、人の話聞け。現世行って見つける薬もらおうかな。 ないわないわ、シークスソーキが出てきたな、おい。一物見ましょうかね。トンボだ。スパイダーマン？ははは。レンってもう何言ってんの？違う違う、スパイダーマンじゃなくてね。聞いた話じゃ、シロさんが昨日、化け物グモを見かけたらしい。手足が10本ある男がありえない速さで髪を這い上る。恐ろしいな。蜘蛛は足が8本、さすがは頭がいいねと。場所はウラニアのビニールハウスのあたりらしいけど。へえ。うおー、びっくりした！そういうのやめよう。そういうのやめよう、マジで。お前、マジで。そういうのやめよう。なんかリアリティあるな、ここ。クワタムシだー。クワガタムシだ。めっちゃいいんじゃん。カブトムシとかもいっぱい。今の時間何時だよ。お前カブトムシ動く時間って結構夜だぞ、お前。で、何見ればいいの？なんかめっちゃ虫がいる。こんな汚いとこ普通にねえだろ。どっか。なんだ、クリックできる場所があるのか？ん？なんもないけど。クモかなんかいるけ。てめえ。蜘蛛がいそうなところ。あ、なかった。昆虫を見つけてください。はい。いつも通りね。おい、丸つけて。なんでやねん。あ、そうか、昆虫か。
そっか、昆虫か。どうしたの？どうやって持ってたか。そしてね。あとどこいるっけ？カマキリとかいる？どっか。これは？これだね。どっかあるかな？これも違う。アリとかいる？もしかして。アリとかいる？アリは無理だよ。アリはさすがに見つけきらんよ。てか、クモの話してんのに、お前、昆虫探してどうすんねん。これなんかいいんだよね。これ違う。ハス3匹どこだよ。ハス3匹どこだよ、あと。これダンゴムシが違うでしょ。これムカデとか違うでしょ。ハスでか、あれは。なんかいた。蝶々だ。どうせあれでしょ？花カマキリ的なのがいるんでしょ？分かってんねんだもん。花カマキリ的なのもいない。いたいた。なんかいたっぽい。一匹。どうせこの辺にいるんだろう？分かってんだよ。あれ、この辺じゃないと。どこだよ、あと一匹。なんかいつもいつもなんか、あれだろ？どうせトムが食ったんだろ？分かってんだよ。トムが食ったんだよ、あんなもん。答えはトムが食ったんだろ？わせかい。どこにいるんだろう。絶対トムがまた食っただろう。どこだあれ、いない。いないんだけど。マジでいないんだけど。何これ、何、どんだけやねん。これか、これじゃない。これか、違うか。全体的に昆虫の中とかだったらびっくりするけどね。怖い話だよね。ちょっとずらしちゃった。ちょっとずらしちゃった。ごめんなさい。ちょっと待ってね。ごめんね。ちょっと待ってね。とりあえず。ちょっと。ごめんごめん。ごめんごめん。上の方にいた？もしかして。違う。こっちの方とか違うのね。そんな実況者殺しがあっていいのかって感じだけどね。こんな動画中に画面動かす実況者めったにいないと思うんだけど俺。違うね。どこいるの？え？何？マジどこ？え？全然的にクリックしたで。もう多分この多分この中いるよ。このカッコの中。いや絶対マジで。もういないもん。無言にもなるわ。のどこだよマジで。どこだよおい。はあ、どこいんの。おう、これピコンって意味わかんないもん。どこにいるこれ。これか。シェル君ね、目あんま良くないんだよ。シェル君マジであんま目良くねえんだよ。
なんやねんこれ。ちょ、マジ、ちょ、ストップ。あー、なにこれ、わかんない、どこいるけ。なに、バグこれ。全然痛くない、マジで。どこいるけ。 はちょ、ストップ。一回ちょっと待って。はい、ここらしいです。じゃあ実況者殺しすぎるだろおい。なんかいた、なんかいた、なんかいた、なんか気持ち、ホモみたいなやついた。何、どうすればいいのこれ。怖い。結構ガチめにも怖がってるんだけど。 いいから取れ。あ、いいか。怖い。これは結構ガチで怖い。何があった？ちょっと待ってね、ちょっと動かすね。いった。文字が止まった。はい。いや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 。何？キャー、ムカデ、やだ、変な虫いっぱい。今の聞こえた。ニューハンサーストライク聞こえた。行ってみよう。もしかしてさっきの、ちょっと待って。何をするのがいいんじゃないの？スパイダーマンとか、スパイダーマン、やった、本物やる。ちょっと待って、キャー、何の音？今のことかな？きっと、あの変な、あれはちょっと僕も進めて、大丈夫かな。どうすんの？どうすんの？どうすんの？もしも。わわわわわわわ。ゲームオーバー、そりゃそうだ。ヒント見よう。あるんだからやられちゃった。スパイダーマンとかイメージしっかりだ。おお、田中久しぶり。今日はちょっとわかりに、今回はちょっと、どうせもわかる先生。例えば、事実、あの熊は、もう何にする。お前、会議ほったらかしちゃう。お前、本なんて、あ、ここか。これ押せばいいのね。オッケー、これ押せばいいのね。分かった。これ押すのね。気持ち悪いなにしても、おい。はい、オッケー、レッツゴー。イエスで、こういうゲーム。怖い。気持ち悪いのにしても。本渡そうとしてんじゃん。本渡せよバカー。本を渡しなさいよバカー。 なんなんだよおい。本どうやって渡すの？事実、あの雲男は本を返してほしい。投げればいいのか。投げればいいのか。オッケー、投げればいいのね。なんか可愛げねえな、あれは。気持ち悪いな、あれは。あれは気持ち悪いわ。どう見ても気持ち悪いわ。
っち悪いな、これ。こっち悪いな、この人。捨てるかもしれない。ああ、もう。お前。はい。いってらっしゃい。行ってこい、ポチ。おい、何してるんだい。あ、いけね。シゴさんだ。助けて。雲とかで言ったら私に確かに言ったの。何スパイダーマンでさって。ええとこだけ、君たち、どうぞ。に騙されて、こんな近場に、変な噂が立っているようだが、雲とかっていないよ。いないのかよ。噂の本人の、シコさんが見たいって言うんだから、これはガスだったっていうのか。じゃあさっきの一体、雲とかなんですか。あ、そういえばさっきの本どうやったっけ。ダメじゃないか、中のものを持ち出しちゃ、まあ先生に黙っておいた結果、早く帰りなさいと。チェーハイハイがありますと。ごめんなさい、ショート。はい。何？あ、え？何今の意味深な感じの終わり方？気持ち悪い。ということで、次のパートに、どうぞ。